おはようございます。おはようございます。ポンちゃん、今日はですね、はい、丸沼高原スキー場に来ました。丸沼高原スキー場に来ました。はい、丸沼高原スキー場といえば群馬、栃木、那須。一個調べたんですよ。ずら分かった。栃木分かった。栃木分かりました。日光白根山スキー場です。あ、スキー場じゃなくて日光白根山。そう、今日はね、日光白根山。白根山、ここセンターハウスね、ポンちゃん。センターハウス、うん、なんかね、綺麗にね、直されたばっかりらしくて、ポンちゃん、はい、白根山といえば、あれがね、あの3つこうなってて、そうそう、あの3つポイポイポイってなってるのが、今日向かう白根山、ね、で、このリフトでね、あそこまで行って、で、あそこからテク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 で、テクで、テクで行く。はい、まあそんな感じで、ね、2578m の白根山で、今日は皆さんをご案内いたします。あ、はい、チケット購入しました。入浴券がついて往復2400円、入浴券なしだと2000円のようですね。で、登山届け入れですね。はい、はい、入れます。はい、行きました。はい、行ってきます。はい、多良山神社の鳥居を越えていきます。じゃあ参りで、ポンちゃん。はい、ポンちゃん、多良山神社。多良山神社、はい、今日登らせていただきます。よろしくお願いします。史跡散策コースと座禅山ルート、三田川池ルート、六地蔵、日光白根山、こっち。ポンちゃん、ここから 3.4 キロだそうだ。はい、はい、ポンちゃん。はい。スノーシュー装着で。スノーシュー装着しました。これから行きますよ。はい。はい。ね。TSL。ね、頑張っていきましょう。はい、おう、ちょっと来たで。ちょっと来た？うん。ちょっとこっから急登がね、始まります。ね、行くで、ポンちゃん。結構雪いっぱいですね、ポンちゃん。いっぱい残ってる、またに。トラバース道。でも、トレースいっぱいあるから大丈夫ね。谷でーす。いやー、ポンちゃん。このトラバース道は怖いね。怖いね。これもうちょっとで崩れるよね。これ雪崩れたら下までザーって行ってしまうからね。これもこれ、ほら、デコボコしとる。もうこれはね、デブっとるね。なだれの後ね。なだれの上を歩いてます。デブっとる。ここも何回かなだれとるんよ。なだれとるな。そこをまた人が歩いてな。うん、道になっとるで。ほんとに。ポンちゃんが結構なとこ登っとりますよ。結構きついで、ポンちゃん。結構きついよ。はい、今、小休止ですね。ポンちゃん。はい、あともうワンピークのとこまで来ましたね。はい、こびろいところに。ね。そしたらね、なんかね、日が差してきてね、すごい天気がね、良くなってきたんで、これはピークの上でね、ポンちゃん、ひょっとしたらいい景色見られるかもしれんよ。うん、楽しみですね。この辺岩ゴツゴツやね。君の名前は何つーの、うん、おい、おい。かっこいいね。かっこいい。かっこいいね。なんか、この間といい、今回といい、うん、ワンコに、うん、わったらワンコ臭いやろ。うん。ワンコ臭いやろ。ワンコ、ワンコ。はいはい。太郎かな。太郎くん？太郎？ちゃうか。こんにちは。こんにちは。太郎ちゃうか。すごい元気いいですね。太郎くん。太郎じゃないな。太郎じゃなさそうだよ。太郎ではないな。うん、ジローか。うん、ポンちゃん。あとひとひねりや。そうやな。ガスってきたよ、あんちゃん。ガスってきたな。でも下また晴れたで。うん。これ一時的なガスや。上がったらな、晴れるんちゃうか。はい、ポンちゃんが最後の設計登ってますよ。ポンちゃん。
頑張ってるね、今日も。うん、頑張っとるで。頑張っとる。なんかみなぎっとるよ、パワーが。おちゃん、これはピークやろ。来たな。だいぶ荒れてきたかもな。ピーク手前のこんな感じのね、おちゃんが。もう一息やな。うん。ポンちゃん。ポンちゃん。もう少しだね。そう。北原山神社の。うん。ほこらがあるね。5月6日で雪降るとはな。そうか。やっぱりちょっと天気予報が前倒しになっとるよ。まあでも、降りるまでなんとか持つやろ。ね、ああ持ってくれるというの。登り返しがね、若干辛いですけど、まあ行きますよ。ああ、ポンちゃん。ポンちゃんが今来ております。ポンちゃん、あとね、山頂まで数十メートル。頑張るよ。ここが火口だったのかもしれないね、ポンちゃんね。薄状になっとるよ。で、ここが頂上っていう感じで。ね。あともうちょっとですよ。ポッチャ。アイちゃん。来ましたね。真っ白。さすがの白根山だけあって、真っ白です。よし、ポンちゃん。はい。はい。三角点、タッチ。おめでとう。よかった、登れた。登れたね。ありがとうございます。今度は砂沼じゃないか。砂沼。ロープウェイなし。うん、え？ロープウェイなし。マジ？え？え？それは冗談よ。アルバイト時給1000円やで。時給3000円もらっても俺は上がる。はい。ロープウェイ出させてください。あ、雪降ってる。おお。なん？あれ？雪だよ。雪だよ。雪降ってる。ポンちゃん。はい。なんかちょっと待ってたらね、晴れてきましたよ。晴れてきたね。ねえ。こんな感じね。ちょっと晴れたね。なんか下にね、五色沼らしき沼、凍ってますね。多分あれがそうかもしれません。おほーい、ポンちゃん。崖の岩やで。今ね、ここがピークとピークのね、間なんですね。ぐるーっとこんな感じなんですよ。なんかすごいとこですね、これね。岩のドームっていうかね、なんか岩のドームみたいになっとるよ、ポンちゃん。うん。ほら。鳥さんもいるしね。岩のドーム。だんだん晴れてきたよ。おう。なんかね、すごくよく見える。菅沼がね、すっごいよく見える。おう。凍ってるよ、まだ。凍ってる。うん。凍ってますよ。ほら。ね。おう。こっちはすごい火山コースやね。火山活動が目の当たりできるコースやね。すごいな。ああ。火山活動激しかった感がありありやね。おー、ポンちゃん。ん？こっちは岩岩の崖崖や。こんなになっとるね。やっぱりアイゼンはつけとった方がええな、これ。結構雪あるね、ポンちゃん。ちょっとね、あられが、あられが降ってきちゃってね。うん。ワンコさんもね、やっぱり登りよりちょっと降りの方が大変なのかも。
あ、でもすごいわ。猛スピード。うんごい。速っ。頑張っとるね。下が御田ヶ池で、そこに見えるが座禅山、あ、この上がね、白根山ですよ。こっちはね、菅沼から登ってくるルートなんだね。ただ周回して座禅山の横をトラバースして、元のロープウェイの駅まで行けます。今ポンちゃんが設計渡っておりますよ。ポンちゃん頑張れー。やあポンちゃん、すごいところの岩を今降りてきたよ。うん。しかもまだ設計いっぱい残っててな。あれは怖いで、ポンちゃん。ここはね、菅沼ルートの核心部だね。いやー、結構設計がね、きつくてね、大変だったね。あれは大変だったよ。あそこ降りてきましたよ。あそこ。ね。いやー、頑張った、頑張った。ポンちゃん。ポンちゃん。そこのね、前にね、ちょこんと出てるのが、座禅山。ん？こっち、こっち。僕の後ろ。座禅山ね。座禅山。座禅、座禅。座禅山？うん。座禅よ。座禅山、うん。それで、あれ、白根山のね、核心部、ピーク。今誰か降りとるね。僕らの今の後ろ、核心部。おね、白根山のピークや。うん。そこの前にあるのが座禅山。座禅山。これを横切ってね。で、元のところに戻ります。はい。ね。じゃあ頑張ろうね。はい。ポンちゃん。はい。これまた降りてね。座禅山向こうのトラバース。ね。はい。頑張りますよ。はい。はい。だいぶ降りてきましたね。あそこね、凍ってますけど、あれ、御田ヶ池。ね、御田ヶ池。で、ここがね、ずーっと、カール状になってますね。御田ヶ池に、座禅山。ね。じゃあ、新シート行きまーす。行きますね。おぉ。気持ちいい。怖くないよ、ポンちゃん。無理。やってみて。できない。怖いよ。ええで、ポンちゃん。行く？ええよ。おお。来た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 。面白い。面白いやろ。おお、ポンちゃん。ちゃん今ね、座禅山越えて、うん、こっから今度、ロープウェイのね、丸沼高原スキー場まで、降ります、はい。ね。行きましょう。はい、いやー、ポンちゃんもアイゼンワークが最近良くなってきたね。上手になった？上手になっとる。あの、アイコマの時に比べたらもう、2.5 倍の速さが。ほんと？うん。じゃあ、ポンちゃん、やっと樹林帯の方に出ましたね。もうなんかちょっと安心って感じや。怖いな。あ、ポンちゃん。ここは六地蔵さんですよ。はい。本殿、六人のご地蔵様がいらっしゃってね。6つの冥界からね、作ってくださるそうです。Thank you.